磯分内駅は、北海道川上郡渋茶町あざ熊牛原屋にある、北海道旅客鉄道専門本線の駅である。駅番号は、B62。電報略号は IF。1977年の磯分内駅と、周約 1km 範囲。上が、波尻方面。左へ大きくカーブを描いている、軌道跡は、 左端に見える1969年まで創業していた日本天才製党、磯分内工場へ向かっていた専用線の軌道跡。右下に雪印入業磯分内工場がある。相対式ホーム2面2線と駅裏に副本線や側線が3本、駅舎横し走側の貨物ホームへ引き込み線が2本あり、雪印向けと思われる白い冷蔵車がたくさん見える。 この後、貨物荷物扱い廃止と伴いに、貨物船はすべて撤去され、本線も駅舎ホーム側へ防線化されたが、かつての貨物ホームへの引っ込み線のうち一本は、保線車両用に残されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成所在地名より、アイヌ語のイソポオンナインに由来する。 これは、べ茶町と手鹿賀町の町境にある小川の沢に、うさぎが多く住んでいたことから、とされている。単式ホーム一面一線の地上駅。急上り本線が使われており、かつては、下り本線、副本線及び貨物ホームを有していた。抹消駅管理の無人駅である。小さな集落がある。この専用線にいた1号、B 型タンク機関車は、 出自不明の謎の機関車として知られている。1920年に、北海道製糖帯広工場が完成した時に、日本車両製造の工場で使用していた機関車を、譲り受け、その後と価値鉄道を、1941年に、小清水製糖所に、1952年に、磯分内製糖所にという返歴をたどっている。ランケンハイマー製米国という製造名板が、 ついているが、該当する製造会社が見当たらない。サイズも、軽便並みで低くすぎる大枠のため連結器を取り付ける、端張りをかさ上げし、また大きなキャブに変えられている。外観の特徴からポーター社製と見られ、スクラップから再生したのではないかと推測されている。製造会社については、米国に、 バルブ関連製品メーカーランケンハイマー社が存在し、同社の製品に、鉄道車両の汽笛があることから、同社の改造過程において装備品だった汽笛の、刻印を車両本体のメーカーのものと誤認した結果が、普段の製造名板ではないかとの推測も存在する。ありがとうございます。